はい、皆さんこんにちは、鉄振りです。本日はこの東二見駅にやってきていますが、現在発車しているのは山陽電車5000系のリニューアル車両5702編成です。この東二見駅から本日乗っていくのは、先日引退した5月5日ですねに引退したホワイトエンジェルと呼ばれる車両3619号機に乗っていきたいなと思います。さて、9分17秒後16秒後に来る列車なんですけども、現在今播磨町の方にいます。この東二見駅では緩急接続が取られていますから、東二見16時7分の発車です。そうして言いましたら、大体ね、15時59分16時過ぎぐらいに16時7分発列車がやってきました。あれは普通須磨行きになります。このように撮影している当時、隣とか後ろの方にね、同業者の方がいらっしゃいました。引退が近い、そしてヘッドマークがついているということもあって、かなりのね、人が、結構写真を撮っている姿も見受けることができましたが、いよいよこの東二見駅に入線です。さて、1両目2両目はいいんですけど、3両目おやおや、少しちょっと真っ白な色をしてますね。そう、これがホワイトエンジェルと言われた色でもあります。一番姫路側が白かったんですが、東側、阪神梅田方面が3100、そして真ん中、3両のうちの真ん中が3101。一番後ろの姫路側の車両を見てみると、この違いがよくわかりますよね。右側と左側で色が異なります。一番姫路側が3619と書かれております。そう、今回運転するのはこの3619号です。1両だけが引退するんですが、この1両だけ引退していくということで、この1両のみではあるんですけども、3100F としてこの3両編成はあまりね、レアとなってしまいましたが、奥には試運転の列車も見えました。さて、この東二見駅で待ち合わせを行います。やってきた阪神車の8000系です。フォーエバーホワイトエンジェル3619と掲げられたポスターなどが車内にはひしめき合っております。反対側もこのように一枚一枚それぞれ違った場所で撮影された3619号があります。ということで、待ち合わせを行って接続を行った特急が先に発車していきました。さて、いよいよこの普通電車も発車します。この東二見を出ると、今回は明石まで撮影しましたが、魚住、それからですね、西伊賀島、永賀島ずっと止まっていて、山陽、明石まで今回は乗っていきます。3両編成のうち今回引退する後ろ側3619号に乗って発車してきました。後で前の方に行くと思いますので、そちらも見ていただければなと思います。東二見駅、夢四線の駅を発車後、右側には県道が走っておりまして、これは山陽、明石のあたりまでずっと並走することになります。やはり車内の中でも、車内のこのポスターみたいなものをね、撮影するという方も多く見受けられました。この3619号車内には、釣り広告がね、全てこのように写真になっておりましたので、乗った時に騒然としましたね。次は山陽魚住駅に停まります。今までも、3000系、山陽電車の3000系というものは廃車ということが行われておりまして、3000、3001、3002、3003、3004、3005と若いものが少し、それからですね、3022、23編成、24編成なんかがどんどん引退している状況でございます。現在、山陽電車の3000系と呼ばれるこのタイプの車両、どんどん廃車が進んでおりまして、鋼鉄製、それからアルミ製ともにですね、もう見ることのできない車両となってしまっていることが多いようです。このように広告の貼るところを見てみると、3619号の、いろんな情報が書かれております。これが至るところにありまして、いろんな情報を見ながら、楽しむことができるんですね。
歴史その2なども書かれております。その1はこちらがですね、新造寺は3両編成3028-29、3619というふうに登場されました。でその後4両編成になったりと、いろんな運用が行われてましたが、山陽電車の特徴的な部分として、この3000系というのをいろんなね車両の組み替えなどがよく行われているというのも特徴です。ちなみに山陽電車の車両は現在最新鋭の6000系という電車から昔の2000系、3000系などもすべて川崎重工製です。この動画を撮影したのは2022年の4月26日、引退の少し前ですね。冷房装置の部分にもこのように3619号が書かれております。その2、姫路側に西洋客車2両ということで、ここにも書かれておりますが、どうしてこの3619号は白色、他のアルミ車と違ってこのアルミ車だけ少し明るい色になっているのか、先ほどアルミ車と言いましたが、現在この、車両はですねアルミ車というわけではなく、もともと鋼鉄製で作られました。ですがアルミ車両と同じ編成にすることで、やはり色は異なってしまうんですね。クリーム色の鋼鉄車ですが、それを、白色に、ね、塗り直しまして、アルミと同じ色にしました。ですがもちろん後から塗装したわけでは少し色が異なるということで、これが白く輝くことからホワイトエンジェルと呼ばれております。オーバーホワイトエンジェルと呼ばれておりますが、これね一つ一つ写真が違うのも見どころですね。山陽電車、普通電車の中にも姫路から、大阪、梅田、それから難波の方まで描かれているのが面白いですね。これが関西の私鉄王国と呼ばれたゆえんでもあります。山陽電車は準大手私鉄ですが、阪神電車、そして近鉄電車の方に乗り入れることもできるそうです。3101と書かれておりまして、これは3両編成中の2両目、2号車の部分になります。列車は中八木かなを発車しました。山陽電車の車両の中でも鉄道のファンにね、幸せを呼ぶホワイトエンジェルと呼ばれる車両でもありまして、その車両がつなげられたこの 3100F という編成ですね。このうち 3100F の中の3両編成、東側2両3100と3101ですね。この2両はこの後他の 3070F という車両編成にですね、一部車両を取りまして4両編成に改造され、間もなく、多分運用に入るかなと思います。ですから今回引退するのは姫路側の1両だけとなります。ですがこの1両は鉄道ファンにとってはかなり貴重な1両でもありますね。異色の人生をたどった車両として言われていますが、このように引退する3619以外にも広告の場所にたくさん釣り広告があります。ですから山陽電車では50年を超える列車両がたくさん走っていますので、それも見れるのも今のうちということにもなります。5月5日火曜日においてラストランということで、列車はもう走れなくなってしまいますが、それまで多くの人たちを、ね、運行してきた車両にもなってきます。山陽電車ではこういう企画を精力的にやってくれているみたいで、昔 3030F、去年のですね5月21日に定期運行を引退した、復刻塗装がされたね、僕のチャンネルのアイコンにもなっていますが、 3030F この編成は4両ですね、丸々引退という形になってしまっていますが、今回は姫路側1両のみとなります。さて林崎松江海岸駅に到着です。次は西新町、そして今回、乗ってきた山陽明石までとなります。次は西新町ということで、つい最近高架化された場所を通り、つい最近駅舎が改修された西新町駅へと向かいます。ちなみに現在乗っている車両は3619号ではなく、先頭車3100となります。前を見ると中継信号機が斜めになっていることがわかりますね。中継信号機というのは前の信号機が見えにくい時に
運転士が確認しやすくするためのものということなんですが、前は、斜めを示しているということですから、減速、または警戒など、まあ、そういう現状を示しているわけです。おそらく西新町の先の34明石の停車するところが多分待ち合わせかなんかになってるのかな、よくわからないですが、この中継信号機が停止信号、そして先の赤、西新町の出発信号ですかね、が赤になっております。西新町駅に到着です。まあ、山陽電車でこの古い車両ですが、一応速度は110キロ出るということでね、そんだけ飛ばせるなら110キロで運転できるなら最高速度なので直通特急として運用してもいいのではと思いますが、なかなか阪神の方に対応するためには4両3両では輸送力がないということで、現在では6000系の一部、そして5000系が運用についております。そして阪神電車から来る8000系、1000系などもおりますね。そしてまあすごい短い乗車なんですが、次が明石となります。別にこの電車は須磨まで行きますから須磨まで乗ってもよかったんですが、この日は時間の都合上、明石までとなりました。速度はだいたい70キロから80キロの間まで飛ばしてましたね。前方の信号がまあ注意とかを示しているとはいえ、なかなか加速力もよくスピードを出してくれるということです。さすが阪神電車に乗り入れていた列車です。左側には JR の明石駅も見えます。この列車はこの明石駅では待機をせずに、前方黄色に示されていますが、制限45ですかね、場内信号が45キロを示しています。この本線上に入りまして、待避などは行わず、次の、霞ヶ丘駅かな、垂水と舞子の間の霞ヶ丘駅でこの電車待避することになっています。フォーエバーホワイトエンジェル3619ということで、明石で降りていきたいなと思います。3100F、 最後に、この色の違いというのを見ていきましょう。ヘッドマークにはホワイトエンジェルと書かれておりますが、扉が閉まりまして3両編成の電車発車します。1両目3100号はアルミでできております。そして3101号も見てみましょう。これも同じ色ですね。ですが最後3619号だけやはり白い、これがホワイトエンジェルと呼ばれたゆえんでもありました。ではこの辺で今回は終わりにしましょう。最後におまけとして、向こう側からやってきたヘッドマークの車両をご紹介しましょうか。やってきたのは山陽電車の直通特急に運用に入っている5000系 5014F です。このヘッドマークはですね、虹色で姫路と書かれていたんですが、もっと向こう側には189系の電車が見えます。話は戻りまして、このヘッドマークについてですが、1日最大 5.5 往復するこの直通特急に付けられたこのヘッドマーク 5014F ですが、兵庫県の姫路市にあります姫路市立美術館、そこでやっているなんか企画かなんかでね、オール姫路アーツ&ライフプロジェクトの一環でこのようなヘッドマークが付けられております。ドア横のこのねロゴマークみたいなのも、ポスターみたいなのも貼ってありまして、本当は今年の3月までだったんですが、まだまだ運用しているようですね。ということでこの辺で終わりたいと思います。本日は山陽東二見駅から山陽明石駅まで山陽電車で、幸せを呼ぶホワイトエンジェルと呼ばれた車両に乗ってきました。ではここまでご視聴ありがとうございました。またどこかの動画でお会いしましょう。さようなら。